はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、マイルチャンピオンシップのいつものね、対策動画をやっていきたいと思いますが、まあ、先週のエリザベス上杯に関しましてはね、えー、スーパー撃沈ということでね、叩きのめされたんで、はい、リベンジしたいなと思うわけなんですが、まあ、どこまで行ってもね、今回のメンバー見てたら、固くは決まりそうというか、 結局、硬いところ、人気ところ全部印打って、で、人気椅にもいっぱい印打ってっていう予想がすごく増えるんじゃないかなと思うんですよね。あの、世の中の競馬新聞とか。なんですけど、ちょっとその辺はね、あのー、こっちは絞り込んでやってるんで、はい、絞り込んでいけるような対策動画にしたいなと思います。 はい。えー、阪神の芝のマイル戦となります。えー、阪神芝1600メートルクッション値9.5以上の時の成績がこんな感じになってます。はい。まあ、ディープサンク、ロードカナラーサンクね、母数がすごく多いのでいっぱい勝ってるんですけど、勝率にするとまあ低いと。えー、もっていうかもう回収率がひどいと。人気どころしか勝ってないなっていう感じですね。はい。えー、ハーツクライサンク、勝率が13.1%はとてもいいと思います。回収も高いですね。人気ウスも来ていると。金カメもですね、非常にいいですね。副勝率36.8、勝率が18.4。 タンプクの回収こそそんなにね、大したことありませんけど、これは結構注目ポイントかなと思いますね。はい。えー、あとは、まあそんなに目立つようなところはないんですけどね。ハービンジャー3区はちょっと悪いかなとかぐらいだったりするんですけど、ハーツクライトキングカメハメハ3区っていうのは、うん、ちょっと注目した方がいいんじゃないのかなっていう感じですよね。 で、おそらくね、あの、クッション値高いと思うんですよ。え、阪神なんで。なんですけど、また日曜日ね、雨降るんじゃないかっていうことでね、また朝のクッション値と全然違う感じになるかもしれないですね。だから先週で言ったら朝のクッション値高めでしたけど、あんだけ雨降ってるから実質は低いわけじゃないですか。はい。なので、あの、 これツイッターにも書いたんですけどあの、まあ、ジェラルディーナなんかね、クッション値低い時の方がいいっていうふうに僕、言い続けてるんですが、えー、実質低くなってると、でもあのシンプルにあの、単純に集計しちゃうと、クッション値高いところで、えーまあ、G1 勝ったみたいな風になっちゃうんですけど、成績、そこはね、あのちょっと注意を入れとかないと、やっぱ朝のクッション値と、えー、開催中に雨があんだけ降ってきた時のね、違いってありますからね、で今週もそうなる可能性があるんですが、えー、とクッション値9.4以下の方の成績はほとんどないんですよ。 半身ね、クッション値高いですからね。えー、で、えっと、こっちでいいのはルーラーシップ。はい。えー、っていう風に見えるんですが、一見するとね、すごくよく見えるんですけど、これね、4111016の中の411。この411の中の31はですね、えー、里のラムセスの成績なので、あまりね、あの、 うーんなんかその額面通りに受け取っていいのかなっていうところはねあったりします。逆に金亀なんかは5と、まあ、違う馬だったりしますからはい、えー、これはいいのかなと思います。なのでキング亀山クっていうのはどっちに転んでもまあいいのかなと、えー、で先ほどクッション値9.5以上の時に成績が良かったハーツクレサンクの勝率がガクッと落ちてしまうというところ、ね、これは結構あの僕的には気になるところかなと思います。そしててディープサンクが25、えー、が25 2と置い着1回 これが最高記録ということになる。これはね、結構重要かなとね、こちらも思いますね。はい。うん。あとは別に、まあ、そんなんじゃないです。そういうね、大きな特徴はないですけど、その部分だけはちょっと意識した方がいいコースなのかなとは思います。はい。で、えー、クッション9.5以上の時の客室ポジション、まあ、上がりですね。はい。その辺になるんですけど、えー、逃げた馬、勝率が11.3、えー、まあ、 単賊の回収が高いのは当然逃げた馬は当たり前なんですけどね11.3%で先行した馬の勝率9.7なんですが中段ポジションからの馬がね、えー、勝率が8.3と結構競ってきてるんですよね先行した馬にねで回収はそっちの方が単回収はいいということになってきますはい、えー、これで結構重要かなと思いますね。 うん、で上がり3ハローに関しては当然1位がいいのは当たり前なんですけれども、まあ、3位ぐらいまで、なのでやっぱ中段から上がり上位の足を出,した馬出せる馬というところが狙い目になってくるのかなと、もちろん前に行ってそういう足が使える馬というのは一番いいんですけどね後方から行くのはしんどいなという結果になっているのは、まあ、これもしょうがないところなんですけどやっぱ注目ポイントとしては、えー、逃げ先行中段のところの勝率が、ね、ほとんど1%ずつしかないという結構珍しい結果が出ているというところは1つ。 予想していく上で重要かなと。そして母数は減ってしまいますが、クッション値9.4以下になった場合ですね。はい、えー、まあ、逃げた馬の勝率が上がりますし。し、えー、先行した馬もね。ちょっと良くなるんですよね。はい、えー、で普通逆なんですけど、うん、えー、先行してもちょっとどこじゃないな。は、え、い、ー、だいぶ良くなりますね。はい、すいません。よくだいぶ良くなるんですけど、あのー、普通クッション値が低い方が差しが効くんですけどね。 えこのコースに限って言うとですね、えー、ちょっと後方に何、えー、だろうな指す馬がクッション値が低い時の方がしんどいそんなような、ね、傾向があるなという感じですなので上がり3波の1位の成績も落ちますもんねうん上がり上位でも届かないまああの何、ー、だろうな クッション値9.5以上の方でもね、追い込んだ馬でも上がり1位で届かないということが多々あったりするんですけど、こっちはなんかより、えー、上がり上位の足っていうところそこまで魅力に持たずに、ポジションっていうところを魅力に考えて予想した方がいいのかなというところがね、一つ特徴になるんじゃないのかなと思います。 阪神の芝の1600メートルと、えー、立冬半路ですね。え、東海州半路最速時計別成績となります。まあ、ほぼ追い切りの時計ですけどね。えー、っと、速い馬がいいですね。え、50秒台、51秒台の馬のトータル成績が、えー、勝率が10.5、えー、回数165%ということで、まあ、人気をしても変えましょうっていう感じにはなりますかね。で、勝率的に9.1%、は52秒台から53秒台。うん。えー、っと、まあ、時計が速いほど成績が良いという傾向があるコースだな、ということが、まあ、あの、パッと見でわかりますね。 次にね、美本の販路成績ということになるんですけど、まあ別にあの母数が少ないんで、あんまり見なくていいかなっていうね、しかも成績もちと散らかっちゃってる、散らかってる感じがするので、あんまり見なくていいかなっていう感じですかね、僕の印象としては。はい、特に今回登録しているウィン・カーネリアも、まあ基本ウッドで出てくる馬だし、サリオスもそうだし、シュネルマイスターもそうですからね、あんまりだからここの部分で今回は使わないので、はい、まあ一応あの載せましたけど、あんまりここは使用、あの予想に関係ない部分かなと思います。 はいえー、そんなね、当該集は最速時計の時のラップ別成績です。まあ、上半分は見なくていいと思いますが、えー、下半分ですね、リットーバー、はい、えー、っと最後の1波論だけ12秒台の加速ラップの勝率が9.4、えー、2波論だけ12秒台で姉妹1波論で減速している馬で,ですね、13秒以上ってなりますけど、はい、勝率が3.9、この2つの比較だと勝率が6%ぐらいあると。回収率もまあ倍ぐらい違いますね、単回収でね。はい、えー、で次 えーっとしまい2波論1波論12秒台まとめた加速ラップの勝率が9.8、負勝率が30.0、回収率こそ、ねあのー、高いんですけど、2波論1波論12秒台でまとめた減速ラップ、こちらが、まあ、うん勝率でいうとまあ2%ぐらい低い7.7、負、えー、勝率は7%ぐらい低い23.2% 23. ということになります。はいで えー、芝一ロン11秒台の加速ラップを出している馬の勝率が18.6%一気に上がりますね。副勝率も高い、短回二120%。これは、あのと、とてもね、プラス材料として、えー、見ていいと思いますので、あの、追い切り判定動画の方でね、えー、またこの辺該当する馬がいたら二重丸打っていこうかなと思っていますし、えっ、ー、と、ハロンだけ11秒台の原則ですね。うん、これもね、42といて、副勝率が40.5%ですから、これも結構見逃せないかなと。頭で買うっていうよりは、なんかあの、馬券の、ね、中心、軸、まあ、というか、 うん、軸だったり紐の中の重い印みたいなのを打ちやすいかなというような感じですね。はい、あので結構ラップのねあの質問来たりするんですけど右にあのラップ例書いてあるんで、はい、これ参考にしてもらえるとありがたいなという感じでございます。 次、ウッドですね。はい。リットのウッドの姉妹、チハロン別の時計なんですけど、まあ、姉妹11秒台出してる馬の、えー、勝率はやっぱいいなって、副勝率もいいよねっていう、まあ、当たり前の結果ですかね。えー、で、まあ、12秒台、えー、13秒台とどんどん悪くなっていくという感じです。まあ、12秒台の方はね、人気薄がかかってるから、あの回収105%ってなってますけど、 でもどっちがいいかって言ったらやっぱり11秒台の方が、えー、いいですねこの中でまあ人気がない馬は、えー、狙い目になるし人気の馬は信頼度が上がるしというような見方をすればいいと思います えー、そしてね、先ほど言った、見本の登録している馬のほとんどが見本の、まあ、ウッドで調教する、追い切りすることが多い馬たちなので、こちらは参考になりますよね。はいえー、姉妹11秒台、えー、勝率が9.7、副勝率が25.8、えー、12秒台でも6.9、18.4というような感じになってますので、まあ、11秒台出してくれてたら安心だよねっていう、安心感、えー、信頼度は増してくるよねっていうところですかね。 サリオスなんか前走が11.5でしたっけはい。まあ遅い時もあるんですけどね。だ遅い時っていうか遅い時の方が多いんですけどね。サリオスってね。はい。ビシッと出してきた時にでも走ったねっていう前例ができたという感じで。シュネルマイスターは割ともうずっと早いですかね。毎日王冠走ったあたりからだいたい11秒台半ば前半出してくる、えー、傾向にありますけどね。まあただけちょっと結果に結びついてなかったりしますけど。うん。ウィン・カーネリアも11秒台最近よく出してます。っていうかあの、 あれですね、えー、姉妹11秒台を3連続で出して3連勝してますねウィン・カーネリアンは。それまで12秒台とかが多かったんですけどその辺でなんかちょっと馬が一つまた変わったのかなっていう印象そこはね結構持ってたりしますね。 はい。そして、この当該コース特注状況係数、まあ皆さんがね、一番の期待しているというお声が多いわけなんですが、阪神の島は1600メートルね、でも残念ながらこの状況的な大きな狙い目があんまないっていう感じなんですよ。あんだけ加速ラップがいいんですけど、加速ラップのとこ拾ってってもね、そこからどう絞り込んでも散らかるんですよ、数字が。はい。なのでね、 狙いすましてすましてって、あの、狭めて狭めてっていうところは結構ないないんですけどちょ、ウッドの方にあるというところで、えっと、リットのウッドで追い切っている、えー、時計を通りません、えーで、合わせ馬してる馬の成績がちょっと良くなくて、単走で走ってる馬の成績ですね。はい、で、レース前1週間に反論も使っている、まあ、これ結構割ともう定番じゃないですか。なので まあ、あの、ちょっとあの、感が鋭い人なんかはね、ああ、なるほどと、ウッドで追い切った馬って反応で、まあ、レース前1週間に調教してる方が基本は成績がいいんだなっていうのをもう、うちのチャンネル見てる人は大体皆さん、あのー、まあ皆さんというかちょっと感の鋭い方はね、気がついてるんじゃないのかなと思いますけど、はい。えー、今回もそういうパターンですね。で、その、レース前1週間に使ってる反応の時計の中で最も速いものが58秒以上ですね。はい。えー、だから57.9秒以下の馬はダメですね。早、えー、い馬は割と飛ぶんですよ。うんで、 えー、こっちに関しては、遅い方がいいという感じですね。ウッドで追い切っていて、半路で58秒以上の時計1本使ってますよというところです。えー、勝率が10.5%、単回収239、副回収120%。まあ、これ、あのー、結構いいかなと思うんです。ただ、このコースに関してはですね、あの、うん、旧車と、えー、馬の、厩舎と馬、えー、違うな、厩舎と長距離の相性、あと馬と長距離の相性ですね。そっちの方が重要かなと思いますね。なんか、個人力の方が大事かなっていう感じはします。 うん、なので割とね、厩舎とかの,その馬の実力とか、そういうところの勝負になってくるなっていう感じですね。飛び抜けてこの調教がいいっていうものがあんまりないので、もちろん加速ラップ出してる馬の方がよく勝ちますけどね、圧倒的にね、はあ、圧倒的に勝つんですけど、こういう調教して大きなプラスで背中を押されて勝ちましたみたいな馬っていうのがそんなにいないので、割と実力勝負になるかなっていうところはね、思ったりもするんですけどね。 で、えー、まあちょっと気になっているも何とかご紹介していきますが、まずソダシですね。まあ、絶対的な競馬界のヒロインということです。まあ、ヒロインいっぱい出てきてますけどね。はい。出てきてますけど、やっぱソダシちゃんが一番あのヒロインなんじゃないですかうん。 あの馬券買わない人でも知ってますからね、もうね。まあまあゲームとかそういうのもあるかもしれないですけど、はい、人出しのことは知ってるっていう競馬ファンが、競馬ファンじゃない人もいるっていう、それぐらいすごいあの知名度がある馬ですけどね。だからまあ無駄に人気しちゃうんですけど、まあ、えー、前走伊豆上の奇跡の一撃に負けちゃいましたけどね、久々に上がり3派ので上位の足を使っての2着で悪くないですよね。で、芝のマイル戦はあの4戦4勝と。うん、で、まあ、 えー、一周前の販路で51.7秒ですから、まあ、当然今回へ向,向けて、この万全の状態で挑んでくると。まあ、ここが一番ね、あの、育ちとしては目標になってくるでしょうからね。はい。で、桜花賞以来ですね、クッション値の高い日には実は走っていないんですけど、その桜花賞が9.9、阪神ジュベナイルフィリーズが10.1と高いので、クッション値が、あの、阪神で高くなっても、まあ、問題なしというところになってきます。はい。で、販路も大体がいつも加速ラップっていう点も合いますよね。うん。なので、ほとんど合うんですけど、 やっぱこの不安なのはね、クッション値が高いほど差し馬の成績は割とこの上がり3波論、えー、上位が求められるっていう、さっきまあそんなような表もお見せしましたけど、うん、えー、そうですね。やっぱ上がり1位、2位、3位ぐらいの足を中段から、えー、確実に出していける馬っていうところが上位に来る。まああの先行してもまあそれはもちろんなんですけどね。まあ先行した馬だったらまあ5位ぐらいまで緩和されるわけなんですが、えー、そういう点で言うとね、じゃあ相田氏が今回のメンバーの中で上がり上位の足を軽々 軽々しくじゃないな軽く使えるかって言われたらちょっとそこはやっぱクエスチョンですからね。なのでやっぱ高ポジションから競馬をするっていうことになるとは思うんですけどえなかなかやっぱ中段から行って刺してくる馬の成績の良さっていうのは見逃せないとこだったりしますしね。 えー、実力があって、えー、刺してくる馬もいればはまったら、ね月あのー、急に一発がありそうな人気裾の馬も結構いる中でそれらを背負って、えー、まあ、育ちはどういう競馬をするんだろうなっていうとこそこですねだからなんか押し切っちゃうかもうなんかぶっ飛ぶかどっちかかなみたいなイメージなんです印象なんですけどね僕的には、はい、今のところ。 シュネル・マイスターはこれ、スプリンターズテークスに挑戦して9着、まあ、不利もありましたけどね、あれがなければ上位争いできたかもしれないなと、いまだに僕は思ってますけど、えー、ただ、マイルになればね、もう全く話は違うっていうところもあります、昨年のマイルチャンピオンシップ2着、安田記念も今年2着、まあ、まあ前走とはね違うよっていう結果を見せる可能性は大きいですよねと思います、はい、ただ、クッション値が高くなるってまあ想定したときにですね、 あの、やっぱ後方からでは上がり1位の足でも届かない馬が多くなってしまうっていう。まあこれも先ほどちょっと話しましたけど。なんでやっぱ後手後手に回りすぎちゃうと、あの、追いつくるんだ、ワクワク、あれ全然来ないぞ、みたいな。うん。 なんか、だからみんなと同じぐらいの伸び方じゃね、あの、全然届かないしね。えー、で、かなりの足使ったとて、全然あの、なんか5着ぐらいで止まってしまうみたいな、そんなのこともあり得るな、というところが不安ですね。で、クッション値に関しては、えっ、ー、と、工程関係なく構想しているシュネルマイスターです。なんでやっぱ普通に走れば上位争いだとは思うんですけど、やっぱね、うん、なんだかんだでやっぱ1年未勝利、勝負弱いところもあるよな、っていうのはね、ちょっと気になるとこですよね。なんか、 絶対王者感があるんですけど、戦力を見ると別に全然絶対王者感はない。なんでしょうね。まあ名前もなんか強そうっていうのもあるからかもしれないですけどね。うん。僕は好きな馬なんですけどね。好きな馬なんですけど、なんか絶対的な信頼はなかなか起きづらい馬だなっていうふうには、はい、思いますね。 はい、えー。次にサリオスですね。毎日おかで、ね、まあ、本命にしてたっていうところもあって、はい。あの、まあ、気になる、そんだけでも気になっちゃいますけどね。えー、馬自身はね、クッション値が低い時の方が、えー、いい印象の方が強い,い,いです。ただ、ハーツクライサンクとしてはこのコースでクッション値が高い方が明らかに成績が良いっていうこともあります。で、サリオスもま、負けてますけどね。昨年10.2で6着、おととし9.8で5着なので、まあ、そんなに負けてないなというところですよね。うん。なので、 だからハーツくらいが高めがいいんだって、9.5以上がよくて、サリオスが低めがいいんだったら、もう朝のクッション値が9.5とか6とかね、その高,いと高いんだけど、やや高ぐらいの、もうビビたるところですよね、えーまあ、キ,ワキワゾーンのちょっと上の高いところぐらいになるのがベストなんじゃないのかなと。 うん、10.2で6着、9.8で5着、で、9.5で、えー、なんか、勝利とかね。そんなのはなんかありそうだなっていうふうには思うんですよ。はい。で、まあ、その個人的にやっぱこのオールカマーでね、本命だったジェラルディーナがやっぱ L 字を勝ったっていうことで、うん。 まあ前,哨戦で本前哨戦で本命にしたあで、勝ってくれた馬を裏切ると罰が当たるんじゃないかみたいな話はね、ちょっとまあ冗談でも SNS とかうもしましたけど、そういうの考えちゃうと、サリオス、やっぱり気になるんですよ、気になるんですけど、やっぱ前走の方が買いやすかったっていうことはね、あのーまあ、自分的にも理解はしていますね。うん、ただ、そのやっぱり日曜がまた雨予報なので、クッション値が下がればね、買い要素が一気に増すかなっていう、でもそんなに降らなさそうですけど、雨でもね、降水か、あのー見る、今見ると2ミリとか、そんなもんなんで。 うん。だから朝9.6ぐらいでスタートして、ちょっとレース前に雨が降ったりした時には、もしかしたらもう全てにおいて、パーフェクトな方にあのサリオスに風向きがぐわっといく可能性もあるかなと思い思います。その辺はちょっと今週の天気予報をですね。あのまあ、逐一チェックしてどうなるかですね。そこはあのちえ、あのちゃんと見ながら、あの週末に向かっていかなきゃダメかなとは思いますね。 ほう、フォーアマゾン。はい。えまあ、一定数の母数がある守護場っていう見方を加えたときにですね。やっぱ金亀の成績がすごくいいと。今回一番いいなっていう、まあ、あの、動画の前半の方に表をご紹介しましたけども。まあ、しかもですね、あの、クッション値がどっちに行っても、まあ、別にあのー、成績いいので。はい。そう、そういう点でも,も金亀ってシンプルにま、その時点で気になるなというところですね。で、やっぱクッション値が高低関わらずやっぱ逃げた馬の成績がいいっていうか、うん、成績がいいっていうか、そうですね。 しっかりあの回収率で高いところを出しているっていうところですね。はい。あの、もっともっとね、あの、勝率が、えー、逃げた馬、高いのが普通だったりするんですけれど、要するに回収が高いってことは人気薄が来ているっていうことになりますから、そ,なそうなってくると人気の薄いところで前に行けるような馬、うん。で、金カメの産区っていうところで行ったら、ちょっとね、えー、気になるのが、鳳和魔像。しかも割と出遅れなきゃ楽に先手取れてもね、おかしくなかったりしますからね、あの育ちが控えてくれればね。えー、で、えー、っと、 まあ安田記念12着ですけど、まあ着差0.5ですしいや、昨年のマイルチャンピオンシップで5着なんですよね。で、クッション値も問わない。え何よりこの阪神のマイル戦で掲示板を外したのが、その、控えた朝日杯だけと。うんで、2勝2着3回で、マイルチャンピオンシップ5着ですから、コース相性は非常にいいよなっていうところですよ。はい。で、まあ前走って出遅れ気味から先行して、休み明けっていうことで、まあちょっと度外視してみてあげればですね、うん。 なんかじゃあそんなにめちゃくちゃ負けたことあるかいって言われたらまあそんなにもないしあの前に行けた時には。で、まあ、今回高確率でいけるだろうって考えるとねえ指、ーまあ、し馬の方におそらくあのだんだん注目が集まっていく馬場状態にはなってくると思うんですがうーん全然なんか一泡吹かせるぐらいのね えー、このコースなら、このコースなら人は吹かしても全然面白くない存在かなと思うので、そこにちょっと参ク的なプラスもあれば面白いかなと思います。はい。で、追い切り単装だったらね、これコース特注該当する可能性もちょっとあったりするんですよね。パターン的には。はい。なので、その点もあの気になります。はい。その辺は、あの、追い切り動画の方を見に来てもらえればなと思います。ただね、こっちの方が僕は押しますかね。金カメだったら。はい。エアロロノアは。えー、まあ、 後方からだと厳しいんですけどね、中段からの競馬だったら面白いことできるんじゃないのかなと。で、決めて一級品の馬にも僕通用すると思いますしね。安田記念に関しても0.2秒差の7着っていう結果をまあ出している。まあ、非常に僕はそれは素晴らしいことだと思うんですよね。えー、7着といっても、まあ、その安田記念という大きな舞台で、で、上がり3波の1位の足で0.2秒差の7着。まあ、これは、あの、当然、 うん、えー。評価すべきだと思っています。で、えっと、阪神で掲示板を外したことがない馬ですね。はい。そして、えー、全4勝しています。2着1回、3着も1回あります。で、あと2回、えー、3回が5着。ということになるんですけど、あの、阪神で競馬するときは、そんなめちゃくちゃ候補すぎないことも多いですし、ありますし、はい。で、加えてこの阪神のコースで急戦して上がり1位が5回、2位が2回。ですよね。間違いなく足を使えているっていうことも魅力の一つだなと。 うん、で本当にこの雨がね、日曜日降ってしまった開催中に、えー、っていうケースですね、そういう場合考えると、ですねクッション時9.7って高めなんだけど、やや重だった、朝発表時が9.7でやや重だった、えー、ロックステークス、これ0.2秒差の勝利、結構つあの強い勝ち方をしてますが、ここはね、注目した方がいいんじゃないのかなと、似たような状況になった時にね、あのすごく向くんじゃないのかなっていう風にちょっと思うんですよね。 はい、え次にセリフォス、大、えー、アメジャーの3区となりますが、えーとまあ、デビューからすべてマイル戦を走ってきたと、徹底してますね。はい、で、7戦4勝、2着1回、4着2回、安定した成績に加えて、前走、富士ステークスではソウル・ラッシュとダノン・スコーピオン撃破して、えー、見事な勝利を手に入れたというところまでがね、この、えー、これからマイル界を盛り上げてくれそうなセリフォスという物語の現在までの状況なんですが。 まあ今回に関してはね、中断の方がいいと思うんですよね。さっきの成績、あの、客室別の成績とかを見ると。ただ、やっぱそういう競馬でね、勝利前たどり着けなかった朝日杯と NHK まリの結果とか記憶とかあるでしょうから、うん、追い込んでいくような競馬を選択するんじゃないのかなと、追い込んで外に出してどんだけ伸ばせるかみたいな競馬をしてくるんじゃないのかなと思うんですけど、この馬の決め手があれば、それでもなんとかなっちゃうようなね、期待感というのはありますよね。 はい、で調教に関してはですねこの前走反応だったんですけど、えー、通常、ウッドです、はいで、単走の時もありますから、ね、コース特注に該当するケースも、ね、考えられるというところ、はい、その点に関しては、すごくセリフォスは、えー、また調教で一つ評価を変えていかなきゃいけないかなというところは、ね、あったりするので、はいえー、なので、この馬に関してもまた追い切り動画の方で、えー、ちょっと、まあ、つあの注目してご紹介していくことになると思いますけどね、水曜日か木曜日に。はい うん位置取りですよね。うん、位置取りがねでもやっぱ、うん、中段ぐらいからの方がいいと思うんですけどねなかなかでもそれで伸びきれなかった時にいや,いやいやいや言われますからね、うん、難しい判断になるとは思うんですけどあんまケツすぎると届かない気がするんだけどな。 はい、そしてダノンスコーピオンですね、えー。クッション値が低い時より高い時の方が僕は走りがいいと思ってます。はい、そんな馬なんですが、ポジションの傾向を考えると、まあ、今回ベストかなっていうね、まああのー、い,い,いいポジションを取ってそこから差してくるみたいな、ね、形ですから、はいで、クッション値が高い時っていうふうに想定すると、まあ、一番この馬って、 その計算がしやすいかなっていうところですかね、なんか盆走が少なそうなイメージです。調、は、教、いえー、の部分では反路が多いので、阪神の芝1600メーのトルの特注調教ね、えー、今回紹介したものにはと該当しなさそうなんですけど、過去2回、姉妹11秒台の加速ラップっていうものを出してます。でこれ、すごく成績っていうのもさっき紹介しましたけどね、えー、で、追い切り次第ではね、シンプルに一気にあの高評価をするっていう、さらに高評価をしていくっていう可能性もあります。さらにね、その姉妹11秒台の加速ラップの時で、両方勝利してるんですよ。はい だから馬自身も二重丸がつくので、うん、今回これで、えー、姉妹11秒台の加速ラップで出てきたらまあなかなか消すのは難しいかなというか、まあ、本命まであるかなぐらいの僕の中では、えー、評価をすることになるんじゃないのかなと思いますただこの不安なのはね川崎氏が想定なんですけどうーんどうしましたかね拾い食いでもしたのか分かりませんけどねここ2周人気馬を飛ばしまくっているなと。 いうとこですね、まあ、川田人気で人気になってる馬もありますけどそれにしちゃ勝ちきれないで、えー、なんかちょっと抜群の判断がねあ,のあれ逆のなん,かなんだろうあの「バツクイズ」で飛び込んだら泥でねあの片方が正解で商品もらえるみたいなあのバラエティ番組あるじゃないですかあれでねあの泥の方ばっかり突っ込んでるような感じになってるんですよちょっとそれが気になるんですよねやっぱジョッキーってありますからねバイオリズムでねあのいい時期悪い時期あるんですけどうん なんか根深そうにも見えるんだけどな最近の川田騎手の競馬を見ていると。はい。えー、まあ NHK マイルみたいにね、ちょっと追い出しのテンポを遅らせるような、ああいう好判断ですね。あれが見られるかどうかが不安になってくるところはありますよね。その辺はダノンスコーキはちょっと難しい馬だと思うので、はい。えー、まさかその川田騎手がマイナス要素になるなんてことはないとは思っていたんですけど、現状ではちょっと不安ですね。 はいえ。次にソウルラッシュですね。安田記念で、まあ、悶絶の競馬をしたことでね、今現在でもまだえ、ソウルラッシュを本命にしていた競馬ファンの人たちが、まだもう5ヶ月も経ちますけどね、うなされているという噂があるとかないとかね、信じるか信じないかあなた次第なんですが、まあでもね、仕方ないですよね。あれ、今レース見ても、あの、なんだろう、ひどすぎるというかね、あの、ワールドカップで日本がベルギーに2-0から、あの、ひっくり返されて最後の3点目、あれ、あれ見てるような気持ちになりますもんね。 はい、直線入りました。前が壁だ。追い出せないな。まあまあ、ちょこちょこ追い出すか。追い出した。はい、詰まりました。どうしよう、どうしよう。ここ空いたぞ。ここ間入れよう。挟まった。はい、挟まった。下がってった。で、進路変えて。追い出した。また詰まった。もう直線1から10まで。1から100まで。何にもできずに13着と。なかなかひどいですよね。一つもないんですもん。あの、希望があったところ、シーンが一つもない。 もう、ひどかった、あれは。えー、そんな馬でしたね。はい、そんな競馬ですね。で、それまでマイルで4連勝してきました。で、安田記念でそういう、まあ、あの、どえらい競馬しちゃったと。うんで、うん、前走富士ステークスにやっぱ2着に巻き返してくるっていうね、やっぱちゃんと走れば強いし、まだ全然ね、僕はそこを見せていない馬かなと思います。で、クッション値は、あの、極端に高いか、9前半しか走っていないんですよ。ソウルラッシュってね、これもなんか、 巡り合わせの不思議なところかなと思うんですけどね。もうソウルラッシュがデビューした時からクッション値の発表があるのです。フルにね、クッション値があるわけなんですけど、デビューからね、あの、ダート覗きますよ。ダート1000覗いてデビューから順番にクッション値言っていくと、えー、10.2、10.0、10.0、10.7、10.2、10.3なんですよ。最初の7000が。結構すごくないですかこんな馬いるのかなそんなとこばっかり走ってた馬。 で、そこから、えー、9.1,9.1, 10.3,9.5,9.0なんですよね。すっげえ偏ってるんですよ。走っている競馬がね。えー、走っている競馬というか、あの、走っているその時のレースが。はい。なんですけど、あの、3連勝した時ですよね。うん。えー、っと、ここがですね、クッション値10.3の両馬場です。で、えー、っと、連勝が始まった2連勝目ですね。えー、2つ目の勝ち星の時、これがクッション値低めですね。9.1の、まあ、やや重。 うん。で、えー、その次、3連勝目した時が9.1の重。はい、低くてやや、重、低くて重、えー、高くて量っていう風に、まあバランスよく来て、そして、えー、マイラーズカップ勝ちましたよね。この時が朝10.3のやや重なんですよ。だからね、この4連勝ってすごくあのー、4連勝以上に厚みがあって、もうほぼほぼどんな馬場でもじゃあ大丈夫なんだねっていう。 ところなんですよねどういう状況でもクッション値が高く高いのにやや重の日とかね低くてやっぱりおの日とかね高くて量もこなしちゃってるわけですから、はい、そう考えるとまあ結構万能的だよなっていうふうにでフジステークス9.0でねまあまあ2着になっているというところを考えるとやっぱすごくマイルに向いている、まあ、マイルにね初マイルから4連勝ですからねうん。 なので、まあ、すごく、あの、えー、勢いで4連勝してるような感じの成績には見えるんですけど、内容的にも、刺したり、先行したり、追い込んだり、しかも、もう、そのクッション値と、馬場状態の組み合わせっていうのも、バラバラだったりするので、これはね、すごい経験を積んできた馬だなと思います。それが、まあ、あの、前走、富士ステークスね、休み明け、安田記念以来の競馬、一叩たたきして、今回は結構、快なんじゃないかなっていうところと、 まあ今の阪神の馬場状態と週末の天気の状態考えてもまあどう転んでもね、まあ雪でも降らない限りは、はい、雪でも降らない限りはまあ別に前日段階で馬券買う時にもやあの買いやすいかなと、ね。朝のクッション値見る時間がない人もまあソウルラッシュはじゃあ入れとこうかっていうふうに入れやすい馬なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。 で、まあ、そんなソウルラッシュなんですけどね。これ、反路で11秒台加速ラップを出したことも過去に一度ありますね。はい、当該週に。えー、ありますし、基本は反路で加速ラップできます。それ以外だったら、ウッドでシマエ早いケースばっかりなので、馬の子の部分で、えー、まあ、先ほど言ったようなね、その調教の、えー、減点する可能性って限りなく低いかなというところになってきます。コース的にもですね、個とコースに関しては減点する可能性は限りなく低いという状況になります。まあ、いきなりポリトラックとかで来られたらわけわかんないんですけど。 はい、反論なら加速ラップだし、ウッドならしまいいしっていうところで、えー、相性がね、えー、ずれない、コースの適性、えー、コースの適性じゃないや、コースとの調教の相性、えー、馬との相性とずれない、その点はとてもいいかなと思います。なので、この辺は追い切り判定ね、どういう風にするか、お楽しみにしてほしいなと思いますので、また水曜日から木曜にアップしますからね、見に来てほしいなと思うんですけど、まあ、こう今、ここ3頭を紹介したのが、えー、セルフォス、ダノンスコーピオン、ソウルラッシュで、えー、っとこの3頭が1、2、3着だった前走、富士ステークスだったわけですよ。 その中で、これ5着だったのがやっぱエアロロノアということですね。話が戻るんですけど、ロロ,ロ,ロノアさんに。これやっぱね、気になっちゃうんですよね、僕ね。うーん。今の段階では、ソウルラッシュとエアロロノアが一番ちょっと気になるような感じですね。だって安田記念で言ったって、ねえ、えー、ダノンザキッドとタイム差ないですからね、6着の。はい。で、シュネル・マイスター・サリオスと0.2秒差ですよ。 セリフをすると秒差ですよ一応ねあの着順は7着ですけどでフジステークスでもまあ0.5秒差つけられちゃってますけどまあ5着は5着しかも上位4頭までが外枠でまああの真ん中外目から伸びてきた中でね内で馬群を塗って内ちで5着まで健闘しているっていうエアロロノアは僕はねやっぱね力つけてきてんじゃねえのかなって思いますはい思う中で一番得意な一番競馬がいい阪神の芝の1600ってなってくると しかも人気もないでしょそうなるとちょっと買いかなっていう感じですかね。まあ、調教とか見たりね、なんやかんやこれからしていきます。あと自分の指数、えー、先週みたいに自分の指数、あエリザベス女王は僕のね、あのうちがあの運営してるあの指数のね、アームズ指数、1位、2位決着ですからね、あれね。そこを蹴って僕あの予想しましたから。 はい。で、外れちゃったんで、あれなんで、あの、今週末からもっと自分の指数ちゃんと見ようかなと。ちゃんとね、あの、予想にね、YouTube の予想にもちゃんと反映していこうかなと思ってるんですけど、うん、なんですけど、じゃ、現時点でね、もしこの時点で11ベッド、えー、週末の、まあ、3頭選んで11点外の11ベッドを今決めろって言われたら、うん、本命ソウルラッシュ、対抗やろろのは、は <laughs>、そこまではすぐ決まりますね。はい。 そんぐらい買いたい買た、うん、あともうォーアマゾンの逃げ残りでいっか。もうそれであの夢を見ようっていうね。いやでもダノンスコーピオンかな。それだったら。とかってね悩んじゃうんですけど多分ねそんなに週末の予想も今言ってる結果と大差ないんじゃないかな。うん追い切りでよほどね意外性があることがなければ大差ない今言った内容みたいな予想をすると思います。はい。 はい、えー。そんなことでね、えー、そんな感じでお届けしてまいりましたが、まあ、あの、一歩前は、あの、まあ、毎週恒例の雑談もアップしております。はい。えー、まあ、競馬の話半分と、あとワールドカップの話と、えー、ザ・ラストロックスターズの話と、あれですね、えー、僕の、まあ、ちょっと禁断の、えー、子供の頃に大巨人を見たという話をね、させていただきました。あの、大巨人、皆さんが今頭で想像しているものの10倍でかいです。 はい。10倍、いや、5倍ぐらいかな。でかいです。いや、10倍ぐらいかな。10倍ぐらいでかい。はい。えー、大巨人の話をね、しました。えー、もし、お暇がある方はね、1本前の雑談動画の、まあ、後半部分ですね、聞いて、えー、俺も同じもの見たぞっていうね、方がいらっしゃったら、ぜひね、教えてください。あれはね、子供の時だけに見える何かだった気がするんですよ。はい。未だにはっきり覚えてますからね、あんな、あんなにもでかいと思いませんでしたね。 はい。巨人っていうのは。はい。<laughs> そんなわけで、ぜひね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。ということで、はい。競馬本の著者やってます。竹内です。サイト運営とか、アプリ監修とかいろいろやってます。まあ、全部あの概要欄にございますので、まあ、気になる方はチェックしていただければな、というとこです。えー、TikTok でも競馬ネタ配信中とありますが、まあ、ちょっと今あの、警告食らってるので、消えるまで休んでますけど、はい。えー、でも、夏ぐらいからやってきて、かなり膨大な量ですね。うん。あの、 すごい量です。えー、TikTok のあの動画のサイズっていうかね、時間で、 え、もうですね、これまでやったの全部足したら何時間になっちゃうのかなというぐらいの、え、量のものをアップしてます。まあ気になる方はぜひね、見てください。フォローもしてください。週末11ベッド予想もしています。はい。まあ、あの、その前に、そうですね、追い切り判定動画の方アップしますから、え、水曜日かな、木曜日かな、ぜひあの、またお会いできればなと思いますので、チャンネル登録して通知をオンにしておいていただけるとですね、え、更新した時に通知行きますので、ぜひ、え、いち早く見てもらえれば嬉しいなと思っております。ということで、はい、え、 ご視聴ありがとうございました竹内でしたバイバイ